どうもココリャ TV のコウコです。そして明けましておめでとうございます。はい、ちょっと年始のスタートが遅くなっちゃってすいません。ちょっとねもう1月過ぎちゃいましたが、まあここで一つだけお知らせ、コウコリャ TV 2017年はですね、2016年、コウコリャ TV 毎日配信しておりましたが、2017年からちょっと毎日配信はちょっとお休みというか、はい、することになりました。でも毎日配信じゃないけど、もちろん引き続きコウコリャ TV は続きます。週2か3とかちょっとその辺まだはっきりしていないんですけれども、終わりはしないです。終わりはしないんですけど、更新が若干少なくなります。でもこのまま引き続きコウコリャ TV やっていきますので、2017年も、コウコリャ TV そして高井コウコともによろしくお願いします。はい、みんな引き続き見てください。チャンネルもね、登録者数ももうすぐで5万人来そうなんで、この勢いになってコウコリャ TV もっともっと頑張っていきたいと思っております。そして、まあ、2017年一発目のこのコウコリャ TV、 ちょっと宣伝っぽいことになっちゃうんですけれども、まあ、以前ヘジンちゃんとの動画でもお話ししていた、フリーマーケットがですね確実に決定しました。1月14日、はい、そして土曜日ね、いや時間はだいたい12時から6時をにしていて、場所がですね新大久保と言っていたんですけど、渋谷に決定しました。行き方なんかはねこの動画でも紹介したりとか、インスタグラムでもアップしようと思いますのでチェックしてください。でとりあえず場所は渋谷です。宮益坂を登り切ってちょっと左に曲がるとこみたいな感じなんですけど、まあ動画で説明します。駅から結構まあ近いっちゃ近いです。はい、渋谷駅からね歩いていけるので、そちらで開催したいと思います。でもう本当になんか、まあ、ゆったりまったり振りましようかなと思っていて、まあ、みんなで喋ったりとか、まあ、写真撮ったりとか、そういう感じで自由な感じでやろうかなと思っております。はい、どん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 ね自分の私も私服準備してるので楽しみにしててください。そして、まあ、インスタグラムでもお知らせしましたが、コウコリア散歩っていうですね、ちょっと自分の見た韓国をちょっとこう映るんです。カメラマンを完全彼に頼みまして映るんです。10個分ぐらい撮影してきました。でその写真で今回コウコリア散歩っていうちょっと小冊子みたいなジンを作りました。もともと私は観光本作るのは夢だったんですけど、まあ、今回のジンは観光本とはまたちょっと違って写真で見せるって感じなので、写真が多めに集まっている、そんな本というかまあジン、まあ、小冊子ですねになりましたので、そちらも、その14日に販売したいと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。なんでコウコリャ散歩のまあもっともっと詳細とかもいろいろとねこれからお知らせしつつも、まあ、引き続きコウコリャ TV よろしくお願いします。コウコリャ TV でもフリマのこととか、まあ、ジンのこととかもっともっと詳しく紹介してきますので、ぜひチェックお願いします。ということで、あけおめあにょん。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。